あの夢です。おそらく時は平安の頃と思われる。満月にほど近い月の晩、あるお屋敷の裏通りにみすぼらしい車が止まっており、その名前に見事傘を身にまとった男が座っておりました。男の方は痩せこけ、くぼんだ目はうつろで、手を震わせながら長江に何やら印のようなものをつけています。そこには同じ印がいくつもついており、男は印を数えて不気味な笑みを浮かべるのでした。99、いよいよ明日だ。そこで今朝も目が覚めたのです。申し遅れましたが、私は一下の修行で京都八瀬の山里にこもり座禅行の日々を過ごす僧侶でございます。しかも毎晩同じ夢を見ます。そして朝を迎えると決まってある女が訪ねてくるのでした。その人はいつもどこからともなく現れ、好みや薪を置いて帰るのです。何か訳がありそうで、今日こそ素性を聞こうと待っておりますと、果たしていつものように女が好みを抱え現れたのでした。好みを受け取り礼を言うと、私は女に名を尋ねました。すると女は、恥ずかしいや、おのがなを、そう言って、おのとは言わじ、すすきをいたる一わらのべに住むうばぞと言い残し、なんとかき消すように姿が見えなくなってしまったのです。まことに不思議なことでございます。秋風も服につけても穴目穴目、おのとは言わじ、すすきおひけり。これは小野の小町の歌で、女の言った一わらのには小町の墓があると聞いています。成仏できぬ小町の霊が救いを求めているのだ。私は一わらのへ向かいました。you
you
話し、その歌のごとく恋しくて裸足で駆けつけた。人目に触れるのは困ると小町が言うから、美濃を着て笠をかぶり、人目を忍んで毎晩通った。一人きり車の長屋に座っていると、夜の闇の中どこからともなく鬼でも現れ出て襲ってくるのではないかと恐ろしくてたまらなかった。それでも毎晩通ったのだ。雨の日も雪の日も心を尽くして尽くして、満月にほど近い月の晩、長居につけた印が99になった。いよいよ明日だ。嬉しかった、まことに嬉しかった。明日は見苦しい傘と蓑は脱ぎ捨て、風織烏帽子と美しい衣を色重ねに着て、私は夜道をはせ参じる。はあ、早く明日になれ。そのようなことを思っていると急に強い眠気が襲ってきた。体が鉛のように重く息苦しいと感じた刹那、私は眠りについたようだった。それが永遠の眠りになると知らず、さよう100日目の朝、私は息絶えてしまっていたのだ。これが深草の少将と名乗った男の百夜通いの話でございます。話を終えた深草は無念そうにうつむいておりました。ややあって小町が口を開きます。100日目の夜、あなたはいらしていたのですね。姿が見えずとも心は私のもとへいらしていたのですね。小町の目からすっと線を引くように一筋の涙が流れ出ました。ぐっと表情が緩んだ深草は天を仰ぎます。この男はひとえに小町を思い、酒を飲まぬ会を守り、百夜通いを続けてきたのだ。その純然たる思いがある限り必ず仏道を成就できる、そう思った私は心を込めて弔いの経を唱えたのでございます。と降り続いていた雨がさっと上がり、天井の雲が消え去って美しい満月が現れたのでした。そして深草と小町の体がふわっと浮かんだかと思うと天に向かって昇っていったのです。私が経を唱え終えると無数の細かい砂のような粒がキラキラと光り輝きながら舞い降りてきて辺り一面に降り注ぎました。刹那、枯れ尾花に変わったススキが生気を取り戻し、ピッと頭を持ち上げたのです。100年以上の時を経て二人がようやく迎えることができた100日目の夜、空には輝きを増した月が心地よい風に揺れるススキの物性を静かに微笑むように見下ろしておりました。